皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もライシングマスター、略してレーマスやっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、知らないと損する期間限定ガチャポイントについてよろしくお願いします。今日はですね、本当に知らない方が損するので、しっかりとお話ししていきます。で、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、温かい目で温かい耳でお聞きください。はい、それではやっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。こちらの期間限定ガチャガチャたちですね、全部ですね、9月30日に終わってしまいます。はい、ここからね、新しいガチャが来てくれるということで非常に楽しみですね。楽しみなのはいいんですが、皆さん問題があります。こちら期間限定ガチャポイントがありますよね。このポイント貯めることによって、それぞれのマシンを交換することができます。ただしかし、このポイントですね、今のうちに使っておかないと損してしまいますので、どういうことかお話ししますね。はい、ここに書いてある通りなんですが、こちらをご覧ください。期間が切れてしまうとノーマルガチャの方に変換されてしまいます。なのでヨッシーが持っているこの56ポイント、こちら使わずにそのままガチャが切り替わってしまうと、こっちのね、ノーマルの方に変わってしまいます。はい、だからこっちのガチャポイントに加わっていくみたいな感じですね。なので、この期間限定ガチャポイントを持っている方、ちょっと中途半端に残ってるけどどうしようっていう方はですね、持ってないマシンと交換することをおすすめします。ただね、ガチャ引かなくちゃいけなくなっちゃうので、なかなか現実的には難しいかもしれませんが、なるべくならこの期間限定ガチャのマシンを、ゲットしておくことをおすすめします。なぜかというとですね、やはりランクを盛るにあたってそれぞれですね、マシンを持っていた方がランクポイント盛りやすいです。単純に、だからなるべく早い車をたくさん持っていた方がランクが上げやすいので、なるべく期間限定ガチャは幅広くね、マシンをゲットした方がおすすめになっております。前のガチャ動画でもお話ししたんですが、こちらの期間限定マシンを凸する方がいいのか、持っていないマシンのガチャを引いた方がいいのかっていうお話なんですが、もちろんですね、今持っていないマシンを手に入れることをおすすめします。凸に関してなんですが、凸はですね、タイムアタック等で有利に戦うことができます。だからタイムアタックを極めたい方は凸をするっていう感じですね。ランクポイントを純粋に盛りたい方は、新しいマシンを手に入れるっていうのがおすすめになっております。で、あとですね、この期間限定マシン、この4台どれがおすすめかっていうお話ですよね。ヨッシー的にはですね、僕個人的な判断では、この86はやっぱ安定して速いのと、あとはですね、 NSX とアベンタドール、この3台ですかね。ガヤルドはね、どっちでもいいかなって思います。手に入れれるなら手に入れておきたいんですが、無理して手に入れるマシンじゃないかなっていうのが個人的な見解ですね。はい、いろんなマシンを使ってみて思ったのはそんな感じかな。なのでピックアップでは、この86か NSX かアベンタドール、っていう感じですかね。あと、限定ガチャを引く時の目安としては、例えばレーシング、パフォーマンス、スポーツ、この3つの中で自分がレジェンドマシンが少ないところをなるべく引きに行った方がいいかなって思っております。単純にね、やっぱランクマッチでも勝ちやすくなるからですね。ランクマッチやってて思ったポイントとしてはそんな感じですかね。ぜひ皆さんのポイントに合ったね、ガチャを引いてみてください。とにかくですね、この期間限定ポイントっていうのがノーマルの方に移ってしまうので、できるだけね、皆さんガチャポイント貯めていただいてマシンをゲットした方がおすすめになっております。でもね、ヨッシー的にはね、この期間限定ガチャってめちゃくちゃ魅力的なんですけど、期間限定ガチャの車って1台でいいのかなっ
って思ってますね。うん、まあそれこそ凸が進めれるなら、まあ、いっぱい凸った方がいいんですが、まあ、それこそこのクラシックで出るマシンを凸った方が、まあ、凸りやすいよね。今から先もこのクラシックに含まれている車っていうのは、まあ、出てくれるので、うん、こっちのが凸をガンガン進めやすいので、まあこっちの方が最終的にはおすすめなのかなって思います。なので例えば期間限定ガチャポイントもマシン4台とも持っているとしますよね。そしたらもうこっちの4台を引かずに、まあこのままね、期間限定ポイントをノーマルの方に移してもらって、このランダム交換とかでいつでも出る車を凸るとかね、まあそういった風にした方がいいのかなって思います。まあ、よっぽどね、期間限定のこのマシン等でね、めちゃめちゃ自分はこのマシンが大好きだから、まあ、凸もガンガン進めたいっていうマシンじゃない限りはね、そういう風にした方がいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちょっと長々なっちゃったんですが、まあ、ヨッシーとしてはそんな見解になっておりますんで、ぜひ、参考までにしておいてください。はい、ということで、パーフェクトスタートなんですが、ここに合わせてください。ここに。合わせていただくと、パーフェクトスタートを切ることができるんで、試してみてください。はい、それではね、インディアナポリスをゴルフちゃんで走っていきます。うん、ゴルフちゃんにね、最近ハマってるんですよね。はい、スポーツのゴルフじゃないよ。マシンのゴルフちゃんね。この子ね、めちゃめちゃいい車なんですよ。うん。見た目可愛いからさ、あ、可愛い系かなって思うじゃないですか。違う違う。この子はですね、しっかりと性能も速いんですよ。うん。なので、ぜひね、使っていただきたいなって思います。ただね、まあ、この子に関しては、ちょっとしたね、改造のやり方をしていただかないと、本領発揮してくれないので、まあ、そこら辺はですね、詳しい動画作っていこうと思うので、ぜひ見ていってください。うん。まあ、今回はですね、まあ、スタートダッシュはどうやってやるんですかっていうコメントだったので、ちょっとやらせていただきました。はい。まあ、ついでにインディアナポリスを走ってるっていう感じですね。うん。で、オートアクセルにもだいぶ慣れてきました。うん。非常に走りやすくなってきました。そして非常にトークもしやすいなといった感じで、だいぶね、快適なね、ドライビングをやっております。うん、快適ですよ。うん、生配信もすごいしやすくなりました。うん、ただやっぱりね、なかなかタイムを伸ばそうとなかなかねタイムを伸ばそうと思ったらちょっと難しいところがあるので、やっぱりそこら辺はやっぱりアクセルワークができる方がいいのかなとかね、いろいろ思ったりします。はい、ですが今はこれでいいかなって感じです。はい、さあしっかりとゴールしていきましょう。うん、いいでしょう。すごい安定した走りができますよね、ゴルフちゃん。うん、ぜひ皆さんもね、気になったら使ってみてください。まあ、詳しい動画も作っていきますんで、ぜひね、見てください。はい、ということで今回は期間限定ガチャポイントについてやらせていただきました。皆さん本当にありがとうございます。みんなもね、ちょっと損しないように、それぞれのプレイスタイルで、考えて、マシンの交換等を行ってください。まあこの動画が少しでも良かったら、チャンネル登録を押していただいて、高評価ボタンも押しておいてください。そうすると、ヨッシーが元気になります。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。